はい、いろこねむとです。今日も動画撮ってきます。お願いします。今日はですね、めちゃくちゃ待ちに待った、21SS の商品が入荷してきました。で、記念じゃないですけど、ちょっとね、動画を、簡単なやつを作ってみたんで、まずね、そちらをご覧ください。はい、ということで、ちょっとね、イメージビデオみたいなの作ってみたんですけど、うちの開発がね、このダンボールスウェードのパーカーを着てたと思うんですけど、あの動画のイメージ的にはこのお店で試着をしてね、で、街に繰り出すみたいなのを、ちょっとすごい簡単にですけど表現したいなと思ってて、やっぱね、あそこ行くからこれ着るとかっていうのも、すごいいいと思うんですけど、個人的には気分が上がるお洋服を着て外へ出かけるっていうのが、ここ最近の考えてることだったんで、それはね、ちょっと動画でして表現してみました。はい。で、その待望のね、21SS が入荷してきたんですけど、今回の入荷は、少量なので、一旦テーマはね、置いておいて、今回入ってきた商品の紹介をしたいと思います。はい。で、今回何が入ってきたかっていうと、これですね、ダンボールスウェードっていうね、スウェード調の、フードパーカーと、あと、クルーネックのね、サイドベンツが入ってる、スウェットと、二方入荷してきました。なんで、ちょっとね、最速で、この商品の紹介をしたいと思います。はい。いやね、これ、2年前から3年前かな、少し前に、実はリリースしてたんですよ。で、他のね、お店さんの別注とかで、復刻したりしてたんですけど、どうやらこのね、普通のパーカーじゃなくて、色濃いらしい、素材感のパーカーが、どうやら人気だぞと、あれないんですかっていう声がやっぱすごく多かったんで、今回ね、新しく形を作り直してリリースしてます。なんで、前回というかね、前にリリースされてるのとはちょっとね、デザインというか緩さも変わってくるんで、当時持ってた方もね、ぜひこう買い出ししていただければと思います。はい。二方っていう紹介をしたんですけどね、ちょっとそちら二つを着用しながらというかね、今着てるんですけど、お見せできたらと思います。はい。ということで、早速ね、ちょっと見ていこうかと思います。今僕が着てるのが、フードの方ですね。で、カラーがベージュで、サイズ3番を着用してます。こんな感じでゆとりがあります。で、今中にレイヤードカット層を着てるんですけど、こうやってリブがあんまり詰まってないんで、レイヤードスタイルもいけちゃいます。はい。で、最近やってるんですけど、素材感ちょっと見てもらいましょうか。見えるのかな、どうなんだろう。普通のパーカーとはちょっと違って、このね、上品なスウェード風の素材になってます。なんで、大人の方がね、その甘くなりすぎないように着てもらうにはすごくいいんじゃないかなと思います。ダンボールスウェードって、ダンボール素材って呼んでるというか言われてるんですけど、その生地の間に薄い空気の層があって、で、その中でね、空気を留めて溜めて、暖を取るっていう仕組みになってます。中を厚着して、で、これを着ると、正直そのあったかさが伝わりづらいんですよね。どっちかっていうと、中は薄着の方がこのあったかさを感じられる、ダウンと一緒ですね。中厚着しちゃうと、その熱がダウンに伝わりづらいんで、あったかくならないと。そんな感じで肌の体温を温めてくれるっていう部分に使えるので、中はなるべく薄着の方があったかいんじゃないかなと思います。でもやっぱ素材感のね、この落ち感がすごくいいんで、1枚でね、着てもいいと思いますし、ウールとかアウターをね、こう着た時も素材感すごく出るんで、めちゃくちゃおすすめです。今回3色で出してるんですけど、もう本当
コーツつけがたいというか、全部欲しいぐらいじゃないですかね。形もすごくいいです。こんな感じで絶対人気になる商品だと思うんで、皆さんぜひチェックしてください。では、もう一方の方着てみたいと思います。はいはい、クルーネックの方着てみました。やっぱね、素材感すごくいいですね。あ、で、この子はこのね、リブがなくて、裾にリブがなくて、サイドベンツの仕様になってます。で、前後差数もついてるので、この辺の感じもね、多分あったかくなってきて1枚で着た時とかはすごく、なんだろう、活躍してくれるというか、見せどころを発揮してくれるんじゃないかなと思います。いや、なんか本当にこの素材良くて、いろんな方ね、すでにお持ちの方もそうだと思うんですけど、まあ、ディーラーさんだったり、もう本当初見で見る人も、いや、めちゃくちゃいいですねって言ってもらってるんで、まあ、かつね、今回久々だったんで、もうこれ本当争奪戦になると勝手に思ってます。はい、今回ね、これ12月納品にしたのも、まあ、このね、これから冬が始まるというか、もう寒いじゃないですか。その時に、まあ、秋冬のものと混ぜて着用していただけるっていうのをイメージしながら、12月納品だと思ったんで、ぜひね、お手に取ってみてください。はい、もちろん上にこう、なんだろう、カーディガン着たりとか、アウター着たりも絶対いいと思うんで、すごくね、おすすめです、これから。まあ、こんな感じで終わりにしようかなと思います。いいですかね。はい、いかがでしたかね。もう本当にこれめちゃくちゃ気持ちいいんで、触っててもなんでね、ぜひ、なんだろう、肌触りの良さをね、味わっていただきたいんで、お店に来ていただくか、もしくはオンラインでもね、全然今買えると思うんで見てください。はい、これからね、デリバリーされてくる 2021SS の商品の、まあ、紹介みたいなのを、まあ、喋ってはないんですけど、僕のね、このチャンネルの再生リストの方で見れるようになってるので、まあ、簡単に言うと展示会資料ですね、が見れるようになってるので、まあね、お暇な時に見ていただければと思います。では今日は、こんな感じで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録と、あといいねボタンもお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあねー。